どうも、ヌヌです。ドラゴンクエストヒーローズ2続きをやっていきたいと思います。むやみに前に出ちゃダメよ。セザール、お前たち一体どうしたっていうの？なんでオレンカと戦争なんか。久しぶりだな、セザール。まったく、王子のくせに出しゃばりなところは相変わらずか。ふん、4年ぶりだな。お前こそ何にでも首を突っ込むその暑苦しさは健在のようだ。しばらく会わぬうちに少しは大人になったものと思っていたが、絶望的なまでに熱血バカのままだな。あ？熱血の何が悪いんだよ。お前だって本当は熱血バカのくせに、このカッコつけおじ。ふん、やはりお前には俺の美学がわからんようだ。ちょっと二人とも、いきなり喧嘩するのやめなさいよ。私たちはセザールを説得しに来たんでしょ。説得だと？なるほどな。お前たちはオレンカに味方しているということか。見損なったぞ。正義は我にあり、裏切り者には俺が引導を渡してやる。セザール、話を聞きなさいったら。王子様は本気のようだ。こうなったらあんたたちも腹をくくって戦うしかないよ。あいつ昔から一度怒ると手がつけられなかったからな。セザールは怒ってるのね。とにかくあいつは何か誤解してるみたいだ。ならぶん殴って目を覚まさせるまでだな。行くぞ。正義は我にあり。お前たちが相手だろ。手加減せんぞ。こっちだって手加減なしだぜ。絶対お前の目を覚ましてやるからな。ちょっと熱くなりすぎないでよ。チャージ式でメラミンだろ。本気でやるしかないのね。あの王子と結構の人気あるんだよ。難しいことはおいらよくわかんねえけど、あいつ悪いやつじゃないぞ。多分良しとか悪いとかで話すじゃないわよ。とにかくさっさと終わらせましょう。仕方ないわね。うん、テザールタフだな。よし、行くよ。バイクしといて。地獄の鎧がうざい。どうだ
せず歩く。ちょっとはこっちの話を聞く気に。なるものか。そうだ。ジャイワールドの。ジャイワールドの怒りを思い知れ。ね、あそこ。放っておくと厄介だね。奴らを先にどうにかしないとな。なんと凄まじい攻撃ですな。あの王子様、大した剣が使えてだね。みんな、離れていても油断は禁物だよ。弓兵うざい。でしたね。戦いでもみんなの模範でありたいものね。
エゼビオンで名手の前で話が進むのかな。あれ、人が増えてる。何か用かの。鱗のオーブと鉄のオーブが出てる。よし。ではな。おう、よく来たな。武器も結構。ありがとうな。殺人の斧か。ここまでとりあえずビルダーの武器は使えるけど、ここからはやっぱスクローバルなんだね。ありがとうな。マジックチャクラムとかか。金稼がないからね。JR 王子の審議が一見の間にて行われそうです。審議の準備が整うまでこちらでもうしばらくお待ちください。俺たちも審議に連れてって行ってくれよ。デザールのことが心配なんだ。王族を問い正す審議の場だ。本来なら名主様から召喚のあった者しか立ち会いは許されないんだが、あんたたち二人は今回の一件の解決に大きく貢献してるからね。特別に名主様に掛け合ってあげるよ。ひとまず解散しよう。新しい店も増えたようだし、審議が始まるまで街を見て回るといいよ。アクセサリーを強化できるんだね。ご用は何だい。スライムピアスとハイドラベルト。物によって強化に使うものが全然違うんだ。もしかして内容も違う？内容は一緒だな。金が全然ないや。いつでも寄っとくれ。さまざまな依頼をご紹介。ご協力お願いします。
おー、汚れた包帯とスライムゼリー出たんだ。ファイルロックを20匹。テレシアとラゼルの職業を変更することができる。武道家、魔法使いとか、僧侶、盗賊なんだね。神の祝福があらぬことを。ライバル王子の審議が間もなく始まるそうだ。審議は越権の間、伝承の塔の最上階で行われるよ。私たちも急いで向かおうとしよう。いかにも、私が軍を動かしたのは父の無念を晴らすため。オレンカ王は、その男は我が父ジャイワール王を殺したのだ。私がジャイワール王をここまで言われてまだとぼける気とは。父が殺された10日前の夜、父の部屋から出ていく貴様の姿を私はこの目ではっきりと見ているのだが、それに父の亡骸のそばにはこれが落ちていたぞ。見よ、この羽を。貴様の冠についている羽飾りと同じものだな。しかし私はジャイワール王を殺してなどいない。断じて見苦しい逃れはやめよう。貴様、それでも一刻預かる方か。静まれ。セザールよ、そなた、先ほどジャイワール王が殺されたのは10日前だと申したな。確かに10日前の夕刻のことです。それが確かならば、
オレンカ王はそなたの父を殺した犯人ではない。それは何故です？10日前といえばオレンカの建国記念日じゃ。オレンカ王は来賓として参ったわしの相手をしておった。一日中月っきりでな。わしの目を盗んでジャイワールへ赴き、ジャイワール王を殺害するなど到底できることではない。故にオレンカ王はそなたの仇ではないのだ。おそらくそなたが見たというオレンカ王の姿も、何者かがオレンカ王に罪を着せるために装ったものだったのだろうな。私は騙されていたのか。父の仇に。だとしたら私はとんでもない愚か者だ。仇に踊らされ戦争を始めてしまうとは。このような騒動を引き起こしてしまった関は王、我が首を跳ねるがいい。ちょっと待てよセザール、お前が死んだって何の責任も取ったことにはならないだろう。そうよ。それに真犯人を突き止めてお父様の無念を晴らせなくていいの？なあ、一緒に親父さんの敵を討とうぜ。名士様、私の気持ちもこの者たちと同じです。彼を罰しても失われたものは戻ってきません。それよりもジャイワール王を手にかけた真犯人を突き止め、騒動の真相を明らかにすることの方がはるかに大切です。ですがセザール殿、共にお父上の仇を探しましょう。恩義を案じる者たちの気持ちを無駄にしてはなりませんぞ。メラが見てた。すまなかったな、ろくにお前たちの話を聞けず裏切り者だと決めつけてしまった。エイテン、もう気にすんだよ。誤解は解けたし、名主様やオレンカ王も許してくれたんだしさ。レザールが我を忘れるって怒るのも無理ないわ。一体誰がジャイバル王にそんなひどいことをしたのかしら。そのことだけど、詳しい情報を知っていそうな人物に目星がついたんだ。オルネーゼ、それ本当なのか？実はな、私の被っているこの冠は数年前建国記念の祝いに東の森にある王国グレティアの女王から贈られたものなのだ。グレティアの女王か？この羽飾りはクレティアでしか作れない特注品でな、他の国でもそう簡単に手に入るものではないのだ。それにクレティア女王は世界屈指の魔法の使いでね、あのモシャスを唱えることができるんだ。自分の姿をあらゆるものに変えることができる高等呪文よ。じゃあクレティア女王なら青い羽を手に入れることもオレンカ王に化けることもできるってわけか。これはあくまで私たちの憶測に過ぎん。真実かどうかはまだわからんぞ。ただ今ある手がかりからたどり着けると唯一の憶測であることも確かです。よって名士様は私に仲間と共にクレティアへ向かうよう命じられました。彼の国へ潜入し手がかりを探せと。ならば俺も同行させてくれ。クレティアに父の仇の手がかりがあるというのならこの目で確かめたい。
あなたは今後父上に代わりをとしてジャイワールを治めていかなければならない。道中くれぐれも無茶はなさいますな。あなたの言動に多くの民の未来が委ねられていることを忘れなきよう。セザールが仲間に加わると、巨大な剣に魔法の力を込めて戦うことができます。三角ボタンで放てる昇天山が遠くに離れた敵を攻撃できます。動画には氷の塊を前方に放った後、一定時間小変に氷の力をまとわせることができる強力な攻撃。パーティーコンボを思いついた。R1 ボタンを押しながら L2 ボタンを押すと、動作キャラクターを入れ替えつつ攻撃を繰り出すことができます。パーティーコンボには強力な特殊効果を持つものもありますが、MP を消費します。使うときは残り HMP に注意しましょう。どうするとなーい。パーティーの入れ替えをどうするかってとこになってくるんだよな。さて、まずはクレティアへの行き方を説明しておこう。この門から行くことができる。例によって通行許可をいただいて、だから私たちは自由に出入りできるよ。ただクレティアへの道のりは険しくてね、鬱陶としさ、森林を抜ける必要があるのさ。ジャイワール付近の砂漠と違って森は見通しが効かない上に厄介な魔物も、出発前に準備はしっかりしておくことだ。5年間に引き続きジャイワールとの戦いでもその人たちには助けられたな。ところでその人たちはかの予言をしておるか。イニシエの予言。竜が太陽を喰らう日、大地は再び戦乱に覆われる。多くの血が流れた後、双子の方が新たに君臨する。この予言は二度と戦争を起こすなという戒めであるだけでなく、知恵の時代を生きた先人たちの過ちを語り継ぐものであるのだ。はるか昔、この世界は偉大な双子の方によって統治されていた。しかし千年前に起きた大きな争いによって双子の王が死に、世界は七つに分かれることになったのだ。その悲しい歴史を二度と繰り返さないために、先人たちは自分たちの過ちを後世に伝えようと考えたのだろう。栄光の時代の象徴でもあり、大地を戦乱で覆った原因とも言われている。この方を入れ込んだ予言という形でな。戒めであろうと予言であろうと歴史というのは繰り返すもの。このまま世界に戦闘争いが広がれば、西への予言が現実のものとなる。世界に大戦争が起こってしまうかもしれないということですね。はい、というわけで今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。